中国共産党は21年前から法輪功を弾圧してきた法輪功は親・禅・任に基づく生命・総集の仏家修練法である弾圧が始まる以前の公式統計では学習者の数は7000万人から1億人で中には多くの現役軍人や退役軍人が含まれていたという 以下はミンフィーネットに送られてきた挨拶状である陝西省、山西省、甲州軍区、成都軍区、南京軍区、東部線区、新疆軍団、山東軍区、第二砲兵隊、北京空軍、参謀本部、江蘇省鎮光市、北京市軍事委員会広報警備部、陸軍総合病院など軍部に所属する法輪功学習者が 理工先生に送った挨拶状の一部である軍隊という特殊な厳しい環境において軍人である法輪功学習者のうち数えきれないほどの人々が降格除籍、強制退役を強いられ強制労働や拷問によって障害が残ったり殺害されたりしているしかし心身ともに恩恵を授かっている学習者たちは暴力を恐れることなく 現在まで進行を続けている毎年中国旧正月の際中国大陸の各軍区の法輪功修連者はネット検閲を回避してミーフィーウェブサイトで李工士先生に電子年賀状を送り感謝の気持ちを伝えている世の末に法輪功と出会えたことは言葉で言い表せないほど光栄で幸福だ